ど、様々なものの私物化で明らかになってきたことに関してお伝えします。ひい様は、お茶の水幼稚園入学の時から、特別な制度を使っての入学を疑われ、筑富高校に至っては、提携校進学制度を使っての入学で、そこには、多額の寄付金がつぎ込まれたと言われてます。この提携校進学制度だけではなく、まだまだ、金や様々な特権を受けたいという思惑につけ込んで、自分たちの思い通りに物事を進ませているようです。テーミスの記事からご紹介します。ニューヨークデジタル日本人歴史博物館も、政府が、エミコさんのために用意したとされる。エイミヤ家が、自分たちの都合を押し通すことで、無自覚のまま周囲を巻き込み、組織の私物化とも見られかねない事例が散見される。お茶の水女子大で提携された提携校進学制度が、ひい様のためだったのは明白だ。文科省関係者は、筑波大には、エイミヤ家の密使として、学長特別顧問に、日清製鋼社長の小野俊彦氏が送り込まれていたが、筑波大がエイミヤ家に忖度した背景には、指定国立大学法人制度の指定を受けたいという思惑があったのではないか、と指摘する。同制度は、文科省の審査に合格した指定国立大への特別支援制度で、最大のメリットは、内閣府の10兆円規模の大学ファンドの支給対象に優先的に選考される可能性が高いことだ。審査では、一橋大が3度落ちる一方、筑波大は20年に一発ですんなり通過している。ひい様進学を担保することで、審査合格を期待した可能性は濃厚だ。前での文科省関係者。一橋が3回も落ちてるのに、筑富の一発って、見え見えじゃないの？これは誰が審査してるんか？そこのところが問題やよね。エイミヤ家が、審査員に圧力をかけたのか、それとも、賄賂を送ったのか、そのあたりがわからんけど、エイミヤ家の画策に、公正であるべき政府の機関が忖度したり、便宜を図るってことがおかしすぎるよね。これじゃあ、お隣の C 国みたいに、賄賂社会が当たり前で、それを皇室が率先してやってるってことになるね。筑波大をめぐっては、毎年数千万円程度だった大学基金の寄付金額が、16年度から2から3億円規模に増加し、20年には4億円に達したことにも、疑念の声が上がる。これだよね。寄付金が、平成27年には6170万円だったものが、急に、平成28年には3億9000万円になってる。その後、毎年2億から3億の寄付金で、令和2年には4億6500万にもなってるね。提携校進学制度ができたのは平成29年。平成28年から令和2年までの寄付金は15億4500万にも上ってる。うまいこと、トンネル会社かなんかを通じて振り込ませてると思うけど、自分の子供を学校に入れるために賄賂を送るって、普通の一般市民でも顰蹙を買うことやけど、ましてや皇族が行うとはね。M子に生前贈与するなんて、お皿夫婦が言ってたけど、この筑波への寄付金、必ずしも栄宮家からだけではないかもしれんね。恵まれない人たちに寄付するならまだしも、自分の子供のためだけに寄付するなんて、本当に自分のことしか考えてへんね。当初、筑富は断ってたらしいけど、密使まで送り、金の力で、学校まで無茶苦茶にしたってことやね。一方、すでにひい様の大学進学先をめぐっても、21年度から、東大の推薦入試要件が、1校2名から1校4名に拡充されたのは、ひい様の東大推薦入学への布石だと噂されている。多分、東大に入れるつもりなんでしょ。こんな横暴なことばっかりしでかして、いくらなんでも無茶苦茶。こういうことを、政府の官僚どもが、自分の出世のためにへいへい言うことを聞くからいかんね。これじゃあ、
悪大官と越後屋そのものやね。ここまで皇族は落ちたか。ひい様の学校での状態などが書かれているサイトでは、ぼーっとしてて、当てられたら先生に逆ギレしたなんて書かれてました。そうしたらキー子が怒り出し、授業のレベルをひいに合わせてほしいなどと言ったとか。こんなんでは、つくふの他の生徒は大迷惑やね。東大に毎年多く入学してる学校やから、そりゃあレベルも高いでしょ。それについていけんなら入るべきやないし、ひい様のレベルに合わせろとは、いくらなんでも無茶苦茶やね。それに、ひい様も先生に対して、お前の教え方が悪いから、僕は理解できないんだ。もっとわかりやすく教えろ。と言ったらしい。そんな口の聞き方ある？こんな横暴な生徒、普通なら先生も叱りつけるはずやけど、叱ったら、キー子は先生を首にしかねんからねー。こういう口の聞き方をするようなものが、次期天皇？尊敬などされるわけないわねー。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。